かすぐ捕まっていただいて、皆さんこんばんは、ジャガイコタです。皆さんの前に先に顔を出しました。あれは、コロナ禍の中、ですね、皆さんおうち時間をどうお過ごしいただいているでしょうか。今日は読み手からスタートです、さあ皆さん、インスタライブのお時間でございます。声だけ。今日も1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。ジャガーさんのインタビュー、記事拝見しました。おー、ありがとうございます。綺麗で、お話も素敵でしたね。ありがとうございます。記者がいいんじゃない、トースプロね。うん、40ぐらいの、ね、上手なんじゃないですか。若い青年って、私からしたら青年でした。でも、もともとジャガーさんはね、トースポとすごい因縁の関係だったけど、最近はなんか解消されましたね。いや、因縁っていうか、人間というか、はい、うん、あのやっぱりね、記事書く人は嘘を書いちゃダメだよ、うん、そうだね、売れるためにだけど、それでどん底に落ちる人が、例えば表舞台に出す大橋とかは結局そういう思いしてるので、うん、プラスになるための取材だったらいいけど、マイナスなのはしないでっていう話で、そういうことをダーンと言っちゃったのよ、20歳こん中にトースポいるって言って、うん、あの嘘書くならやら、あの出さないでって言ったら、それ以来取材いいっすか。22の時って若いからね、そういう言い方しなくてもよかったのに、ね、今となってお世話になるようになって、うん、ありがたいなと思うことが多々あるんですけど、若い時は無理でしたね。出さなくていいから、別に自分がいいからみたいにそう思ってた時もあったんですよ。今の大椎茸じゃなくて JJ みたいな、それが突っ張ってましたから、JJ は私に多分似てるんでしょうね。いや、もうダディが来ないとこの話でいいんですけど、はい、mRNA と酸化グラフェンという毒が入っているワクチン打つのは何それ。まあよく調べてからね、まあ、ご自身で判断してもらうのがいいと思いますよ。効果を強めるためのお薬っていうんですかね、なんて言えばいいかな、もちろん決めるのはご自身なのでいいんですよ、打たなくてもね。いやだって受けんなよ、打たなくてもいいんですよ、本当にそう思いますよ。だからよく考えてね、メリットデメリット考えて打つのをお勧めします。よくなんかアレルギー、薬のアレルギーが多い人っていうのは反応が出やすかったりとかもあるんでしょう、うん、まあそういう傾向にあるけど、じゃあどのぐらいの頻度で出るかっていうと、そんなに多くないですよ、そもそもが。でもね、モデルナ打った人の方がやっぱりね、副反応で相談に来られる人圧倒的多いですね。僕クリニックでそういう方もたくさんいらっしゃるんですけど、ファイザーはもう本当に少ないです。1人2人かな。モデルナですね、大体副反応のご相談いただくのは。してマイナスになるよ、500人には。だけどですよ、それでも打った方がいいかどうかって言ったら、僕は打つ方がいいと思います。例えばもし万が一ですよ、アナフィラキシーが起こったとしても、打った方がいいですよと、打った方がいいと思いますよって答える時もあります。だってアナフィラキシー起こると死にませんからね、日本の場合は。助かりますし回復しますから、うん、だけどね、こういう人もいますね。打っていい、その夜に起こったと。ああ、そんな時間経ってから。そうです、そうです、うん、実際に今日いらっしゃいましたね、それ。ああ、そう、うん、そういう時どうして。相当びっくりしました。いや、その方は自分で救急車呼んだそうです、うん、それ正解ですよね、当然、うんうんうん、まあ、もちろん元気に治ってますよ、うん、で2回目も打つと言いましたね、うん、うん、1回目で起こったけども2回も打つつもりですと。素晴らしいね。まあ、それはね、まあそんなめったにこう死ぬなんてことは、まあ日本はないですよ。アナフィラキシーで死んだ人いないと思いますよ、まだ。ちょっと僕の知識不足だったらすいませんけど、矢川さんともにコメントしても先生がいいねしてくれるのが嬉しいな。この人はね、全部チェックするんですよ、私。いやいや、そんなことないですけど、ジャガーさん投稿してほしいです。なんかね、投稿って細かく説明したくなるから、写真だけ撮って一言とかって寂しいなと思っちゃうと、ついつい重くてね。間違ってます、うん、それは私の感覚だから。先生はジャガーさんに会って2回目でプロポーズしたそうですが、どこにビビッときたのですか。もちろん目力です。ね、目力出してないから。トースポの記事も写真もかっこよかったです。毎週日曜日のこの時間を楽しみしてます。ありがとうございます。お、3人ともフォローしてます。ジャガさんかっこよすぎです。ありがとうございます。ジャガさん声と話し方大好き。珍しい、うん、そうですよね。ねえ、うるさいからイラっとくるね。まあ、僕への質問も結構あるんですけども、飛ばしていってですね。ねえ、呼びなよ。若者はワクチン打ったからと開放的になってるのが怖い。でも打ってないんじゃないですか、まだね。若者あんまり打ってないんじゃないかな。
ジャガーさん昔から好きです。すごいですね。ありがとうございます。はい、最近人数多くなってコメント読んでもらえず悲しい。読んでますよちゃんとね。いや穴開くんじゃない、ごめんね、全部が読めない時またまた捉えてください。そういうに言わない。いや普通なんだよそれって。逆に、まあ、でも俺ね楽しいんですよ、ね、でもできるだけさ読むのもこっちのあれだよ。そうなんだよさ、だから大事なやつだけでよくないっていう、うんうん、すいません、トルガヤズレ FM 毎週水曜日もね、あの、あれは読まれますけど、読まれる確率高いですよ。あれは結構コメント少ないので、ね、ぜひあの水曜日夕方5時から、ね、トルガヤズレ FM あれ生でやってるので、うん、ぜひあの見ていただいてあのコメントしていただければ即座答えられると思うので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。ジャガーさんが木下さんにミニお手紙書いてるのは何か意味があるんですか、うん、木下さんを愛しているのが伝わりますと。なんとね、よく分かってるよ、ね、違う、朝行ってらっしゃいって起きないから起きないから置き手紙をたまに置いとくだけであって誰もみんなに見せろって言ってないんだけど、とりあえず行ってらっしゃいってやっぱ言わなきゃのついでに思ったことをちょっと 2,3 こと書いてね。ね、朝午前3時とか4時に書いてるんですよあれ、うん、だからなんですか、先ほどワクチンについて調べましたが、うん、ワクチンを接種していない人の致死率よりも、うん、接種している人が感染して死亡に至る可能性が高かったとありましたが、先生はどう思われますか、うん、出典をよく見てください、ちゃんと信用できるところから出ているかどうか、これが大事だと思います、うん、はい、木下先生のお話はこのご時世、すごくためになります。人柄も話し方も安心感が持てます、それは誤解だと思います。そんなに優しくないです。僕です。いや、あのはっきりしてるけど、この人の説明はすごく分かりやすいと思います。あの夫婦というのをちょっと置いといて、この人の講演とか見に行った時あって、すごい分かりやすい説明と、うん、そうだね、分かりやすい説明っていうのかな、あと聞きやすい声も、こういう声なので、うん、これだけは夫婦嫌だと思ってもそこはいいと思いますので、もしあのコロナがねなくなって、こういう講演とかも多くなってくると思うので、その説はぜひ聞いてきてあげてください。さあ JJ 君とジャガーさんに質問です、はい、メンタルを強くする方法を教えてください。 JJ 君から。あ、物理的に攻撃を受ける。どういうこと具体的に。だから暴力受ける。暴力受けるとメンタル強くなる。いや、なるなる。だから、うん、だからあの今の子ってメンタル弱い理由で、うん、そもそも物理的に殴られてる機会がほとんどあんまないから、うん、あのじゃあそもそも殴られたりとかする経験って、仮に殴られないんだったら別に悪口言われるぐらいだったら、あ、それで済んだったらいいやって思うけど、うんうん、だから自然とメンタル強くなる。だから殴られた回数じゃない。でも今の時代ってそういうの少ないじゃない。だからメンタル弱い。弱い。殴られると強くなる。でもね、それは本当ある。言葉の暴力っていうのもあるので、うん、やっぱり、まああるね、言葉の暴力の方が内面的にショックだよね。だからそれはだから殴られてるから別に言葉の暴力は大したことないんだよ本当に。いや、これはジャガーさん、いや私だって言葉の暴力を受けた時あるから。だからジャガーさんはどうしてじゃあメンタル強くする方法はどういうとこですか。もうスポーツには多いでしょ。いや、いや申し訳ないけど、私小学校3、4、5、6といじめられる子でしたからね、うん、これもまたびっくりですよね。まあその時はじっと黙って耐えてたんですけれど、うん、まあ中学行ったらなくなると思ってたので、うん、分散されるから、はいはい、なのでそのように耐えてました、うん、ずっと一生続くわけがないと、いじめは一生続くわけないと、その時男子生児童からね、うん、そうだね、うん、まあいろいろな形がある女の子に言われる人もいるだろうけれども、うん、一生続くわけではないので、うん、それでそのことを安心に思ってた。いや、もうさ闘争心がみんなないね。言い返せないじゃん、うん、そうね、言い返せないね。確かにそう言われてますね。だから勝手に言われてあみたいな、だえしょぼくねみたいな、なんで反感。だから目には目だよね。同じこと返せばいいよ。殴られたら殴り返せばいいし、まあ口で言われたら口で言い返せばいいよね。まあそういうのは昭和だよね、るっきりね。だけど同じじゃない、相手にも同じ思いしないと相手は仕方なくないんだって。それでさ勝手に自殺して死ぬんだったら、うん、まだ言った方がマシでしょ。そうそう、そうだ、自殺は一番そんなマシだよ。確かにお父さんもそう思う。ただでさえ日本の人口が多くて ね、あの若者少なくなってんだからさ、うん、よりもっと若者が死んだら困るわけや、うん、あれ、まあ、まあそのじいさんばあさん死ぬのは別にいいんだけど、ね、よくはないよ。だから、ね、だから結局だからなんで言い返さないのか分かんない。だから殴られたりとかして、それは将軍があるから、
性格があるからしょうがないと思うけど、誰もが JJ のようになるわけでもないし、私のようになるわけじゃないけど、言葉でも、うん、だけどあの木下博一だけはいじめた方だよ。いやいや、僕はすごいですよ。文春法にあって全国からいじめられましたからね。ああ、そうね。違う、子供の時散々いじめたいし。まあいじめてはないか。いや、いじめてる、絶対にこいつはいじめてる、言葉で。まあちなみにいじめられてはいないですね。だからいじめてるんだよ、うん、言葉で。ちょっと次行っていいですか。あ、都合悪いと。いや、そうです、いっぱいあるからですよ。はい、どうぞ。はい、木下先生、授乳中なんですがワクチン打った方がいいですか。はい、いいですよ。あのこれはね、生育医療センターといって小児科の総本山の病院があるんですよ。そこのホームページに書いてあります。授乳中でも打った方がいいです。はい、じゃあ次行きます。3人の元気の秘訣は何ですか、教えてください。ジャガーさん、多分それぞれ自分の好きなことをやって自分のペースがある。いや、人のペースに惑わされない。よく寝るだと思う。いや、それは間違いない。よく寝るもいいよね、確かにね。あのね、木下も結構寝てるから、うん、最近寝てるんですよ、本当に。ジャガーさんとおばちゃんがどっちかが一番にめちゃ寝る。いや、ジャガーさんでしょ、絶対絶対ジャガーなんだ。絶対の私一番年寄りの私が一番よく寝てすくすく育つ。いや、皆さんね、本当ね、寝ることですよ。睡眠すごく大事です。私夢見ないんだよ。はい、熟睡いやいや、すごいですね。ジャガーさん、コロナ家庭内でもマスクした方がいいですか。ジャガーさんに聞いても分かんないじゃないですか、それ。さあ、今夫婦でコロナです、うん、子供たちの世話もあるので、うん、距離はほぼ無理です。そうですよね、距離取れないですよ。 JJ 君と同じ年の受験生の子供がいます、うん、この夏勉強頑張ってください。うちの子も偏差値7上げないとです。うちも変わんないね。子供を信じるしかないですね、うん、うちはもうちょっとじゃないですか。もうちょっと開けなきゃダメなんですね。あの JJ 信じすぎてんのはうちのね、木下だからね。そんなことないですけどね。はい、ワクチン3回目はあるのでしょうか。ほぼあると思います、うん、JJ 君今日テンション低いですか。いや、しぶり疲れてる。ちょっとね、今日サッカーやりすぎて疲れてるんですよね、うん、しつこくてすいません。ジャガーさんの美の秘訣は。美とはあまり思った時ないけど、あのエステは行ってますね。こうやっぱり金かけちゃうことか。でもそれ1個機械をローンでも買って毎日やってますから、うん、エステは毎日行ってませんから。理想の顔があるんだったら整形したらいいんじゃない。あのね、そういう意味簡単に言わないよねここ韓国じゃないんだから。まあね、ちょっとまあ極論だけど、ね、まあそう簡単にいかないんだよ。あのね、やっぱり日本人は整形、美容整形はね抵抗があるのにね、うん、はい、ジェジェ君最近大人になりましたよ。なりましたよ、宣言。あー、どうも。もうそうそう、大志くんって言ったらね、結構拗ねますからね。いや、イラッと。JJ。はい、今日はどんな一日でしたか、JJ くん。今日は、とても充実した日でした。そうだよね。すぐ終わり？朝にサッカーをして、うん、脱水症状になって熱中症になりかけました。はい。で、ご飯を、まあ、家で帰ってきて食べて、もりもり食べて。親友と、まあ、ゲームして、またサッカーをして、今。どれどれ。あ、いい筋肉してんじゃん。こっちじゃない。あ、そう。あ、お、マッサージして。すごいな。JJ 君、日本国籍選びますか。ご質問来ましたね。選びません。え？選びません。選びません。息子の太い足をマッサージ。チェンが硬いんだよ。違うって。あ、ネイル見せてってのありましたね。大志君、こんな素晴らしいご両親のもとに生まれて幸せねと。爪長いでしょ。今月試合がないからもう。と。男前の性格のジャガーさん大好きです。だってこの二人よりも私は男らしいもん。だってチンコついて、あの木下の7000がなんか気になるんだよね。8000イラとくから早く私を一番にして友達にもうやってもらってお願いだから、こいつに負けることだけやん。ジャガーさん、それは難点があって毎日投稿しないと。そうなんですよ、毎日やらダメなんですよ。あのね、それは電車通勤してる人は電車のとこで撮れるからいいけどさ、あと人をネタに人の写真撮って出してるんだから。そうですよ、自分の写真出せよ。家族を利用すると思う。本当、私人を利用するってことができないんだよね、性格的に。ジャガーさん、筋トレ毎日されているんですか。有酸素と、10何だけですやってるの、うん、ストレッチですね。あ、そういうことですね。ストレッチが一番 大事だと思いますよ、スポーツは。はい、JJ 君、今日はご機嫌斜めなのかな。違うの、疲れてる。ひひひ、すいません、JJ 君に質問ですから、なんでジャガーさん答えてるんですか。さっきも言ったの、ひひひひ、痛い、あー、ひひひひ。
新都心近くに住んでいるんですが、ちょっとした具合悪いぐらいでも診察していただけるんでしょうか。ほとんどの方がそういう方です。メモ紙投稿好き、ね、ジャガさん字が綺麗ですね。本当に素敵な手紙ですね。キモいほんまに。今足マッサージしてさあ、おはようねすけってどういう意味ですか。知らないの。おはようのことですよ。おはようのこと。おはようから始まってんでしょ。おはようねすけですよ。おはようだよね。おはようね源氏。はい、私は、仕事と家事と育児がしんどいです。ジャガーさん、どのように乗り越えていらっしゃるんですか。多分ですね、しんどいと思ったら何も耐えられないと思うんですよ。なのでしんどいと思わないように楽しむように考える。だから例えばこう育児は成長していくので、やっぱそれが楽しみになりますよね。でも確かに家事は楽しくないですよね。この二人のためになんでと思うわけですよ。家族だから。だけどこの二人はやらないから私自分しかやれないので。家族だから。でもこいつらは感謝の気持ちがない。家族だから。どうか。だからね、家事はまあちょっとどっか楽しようと。家族だから。うるさいなお前。家事は手を抜いていいと思うんですけど、育児は手を抜かずに。子供は分かりますんで、大きくなったら。お、ミヤネ屋でコメンテーターやってる頃から分かりやすいと思ってました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。まあだから治療が出てきたんでしょう。コロナ収束したらぜひ山口県に公演来てくださいね。ありがとうございます。あの僕の先祖は山口県出身なので、山口県 B 級もあります、ね、はい、そうなんですよ。お、JJ 君は声も素敵ですね。これありましたね。マミーからやっぱ来てるから、やっぱみんなマミー好きだから。ジュネと俺ちゃんの声もいい。違う、ハスキーではないからね。ハスキーではない。確かに一人っ子でも強いですね。強い、一人っ子は強くない。ね、言葉の暴力がきつい。本当そう思いますね。確かに。え、そんな感じる。いやだから自分も言い返せばいいっていうのは賛成しますよ。うん、だ嫌だって言ったらええんじゃん、うん、はいはい。だいじめられたままはやめた方がいいですね。いじめられたままはやられっぱなしはダメダメダメ。さあ、スルー力も大切ですね。まあそれもあるんですね。確かにね。スルーできないでしょ。でも相手のために言い返すことも必要だよね。まあまあそうですね、うん、確かにね。さあ、やられたらその時やり返せ、負けたら帰ってくるな、母に言われました。矢川さん優しい、ね、そう思います。同じように返す。ただ自分から殴らないように今のしたい。まあそうですね。さあ行きますよ、うん。大志くんの好きな色は何ですか。なんで名前が違う。あ、名前が違うからちょっと拗ねてますね、うん。さあ、そこね、ジャガーさんの考え方好きです。ジャガーさん、安産でしたか。難産でした。難産でしたね。本当に長かったね、36時間。ね、もうついてる僕も大変でした。JJ君なんか寝そうになってませんよ、ちょっと。いやいや、足もんでほしいやろ。なんやねんお前。違う、足の方やって。ちょっと太ももいいやん。ジャガーさんの楽しみは何ですか。ねえ、ちゃんと答えなよ。ジャガーさん、何色が好きって言って。白白だそうです。あなたもそうじゃん。ジャガーさんの楽しみは何ですか。質問あんだから。人の話してみて。楽しみ、JJ の足揉むこと嘘だよ。言ってた。ごめんよ。ごめんよ言ってる。まだごめんよ。お、